僕の血液型は B 型です。そして星座はサソリ座です。 私はサソリ座の海外の YouTuber すごい好きなんですけど、例えばあのレイ・ウィリアム・ジョンソンとか、あとはフィリップ・デ・フランコっていう人もいるし、チャーリーズ・ソー・クール・ライクっていう人もいるし、そうですね、まあ上げていくと結構キリないですねいやそれいいです。僕の嫌いな YouTuber はジャック・ジョンソンっていうあのアーティストがいるんですけど、その人はすごくあのいいです。ジャック・ジョンソンのオール・アット・ワンスです。継続は力なりです。映画結構、まあ、好きなんで、まあ、上げていくとちょっと気にないんですけど、まあ、最近のおすすめはあのライフ・オブ・パイです。水泳は結構小さい時からやってたんで、もう最近全然やってないんですけどね、水泳はね結構いけますね。なんで、はい、水泳で。北方健三さんっていうあの人がいるんですが、その人が書いた水滸伝と三国志があるんですけど、これはねもうめちゃくちゃいいです。男の人だったら絶対にこれはもう読まないとダメです。赤と黒です。マス寿司とカキフライです。ナスの浅漬けです。学生の時は学校嫌いでした。大嫌いでした。もう行くのもめんどくさいし、もう意味ないじゃんっていうふうに思ったんですけど、この年代になってあのそういうなんか勉強をしたくなったんで、今は学校で好きです。もう学生の時はもうほんと嫌いでした。もうなんで学校あんのとかもう毎日思ってました。嫁やで、嫁に恋してるで、いつでも俺の嫁に決まってるやないか、両思いに決まってるやないか、当たり前やないか、当たり前やないか、嫁に決まってるやないか。なぜ関西弁だったかよくわかんないですけど、常に自分の気持ちにストレートにこうバンバン行くことがいいと思います。僕は2011年の9月7日に入籍したんで、僕25の時なんですけど、ぶっちゃけ言うと40とかそんぐらいだったら結婚できればいいかなって思っていたんですよ。年齢決めない方がいいと思います。僕がもう本当それはあの身をもって体験したんで、本当に僕だから40とかでいいかなと思ってたらバーンって結婚しちゃったから、あんま気にしない方がいいですね、年齢は。iPhone 5です。はい、ソフトバンクです。僕の父親ですね、尊敬できるのは。最近ね、なんか、あ、やっぱ、父親ってすげえんだな。多分、どん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 僕も年取ってるからだと思うんですけど、やっぱ父親を見ると、あ、やっぱ父親は尊敬できますね、本当に。おじいちゃんとかになっていても今と全く変わらない服装もしていたいです。あのほんとパーカーとかおじいちゃんになっても着てて、あのこういうニットとかもおじいちゃんになったらこうかぶって、ちょっとこうなんていうんですかね、あのちょっとファンキーめなおじいちゃんになるのが夢です。あー、皆さんもうやばいです、やばいです。明日です、明日いよいよ世界が滅亡しちゃうんです。皆さんどうしますか。もう最後になんかやってみないといけないので、もうとりあえずブログしておきました。大学生ぐらいの時がいいですね。18歳ぐらいからやり直したいですね。嫁にプロポーズした時ですね、はい、結婚式もあの、まあ、すごいいい思い出なんですけど、やっぱりプロポーズが、はい、一番の思い出です。ということで以上、僕ビロガーナリの50項目のプロフィールでした。皆さんももしよかったらやってみてください。ということで以上、ビロガーナリでした。じゃあまた。すいません。